シンガポールのクイーンズタウンにあるレイザーアンクの本社レーザーはシンガポールクイーンズタウン本拠を構えるゲーミングデバイスメーカーである。日本代理店は MSY 株式会社。1998年に設立されたカーナ LLC はレーザーのブランド名でゲーミングデバイスの販売を開始。1999年にゲーミングマウスブームスランを発売。 当時の光学式センサーの DPI 値が200から 400DPI であったのに対し、ブームスランは 1000DPI の解像度を持ったセンサーを搭載しており、当時のゲーマーの間で爆発的にヒットした。その後2000年にカーナ LLC は経営上の困難から事業停止に陥ったが、2005年にシンガポール出身の企業家、ミン・リャン・タンと、 アメリカ出身のロバート・クラコフがレーザーのブランド名に関する権利を買収しカリフォルニア州サンディエゴとシンガポールを拠点にレーザーインクを設立した2009年にグローバル本社をサンフランシスコに移転欧州にも拠点を持つがオフラインショップの開設など特に中華圏を中心とするアジア地域での事業展開に力が入れられている上場は 香港証券取引所で行われ、創業者、民、リャンタンとその一族が株式の約4割を保有している。売り上げ構成としては、初期からヒット製品を生み出してきたマウスキーボードなどの周辺機器デバイスが最大の割合を占めているが、近年ではノート PC やスマートフォンなどシステム製品の割合が増加している。商品名の大半に、 動物の名前を冠しているのが特徴。またゲームイベントなどでは他社製品をステージ上で破壊した観客にレーザー商品をプレゼントするという過激なイベントも行っている。2019年にウェブブラウザの Vivaldi と共同し、Vivaldi2.5 以降ではレーザークロマデバイスにウェブサイトのアクセントカラーなどが適用可能となった。コンタクトアス。 レーザーインク、2017年12月28日、閲覧。ABC oo,、ザフ、S ーオブザレーザー IPO。プロバターフライ、2017年12月28日、閲覧。AB、アバウトレーザー。レーザーインク、2017年12月28日、閲覧。レーザーアムンセスアニュアルリザルツ2017。 レーザーインク2018年3月22日閲覧発表日5月8ブラウズウィズフルカラービバルディブラウザー2020年5月11日閲覧ありがとうございます